私には異能がありません。私は無能です。学校も小学校止まりです。実家ではずっと使用人として働いてきました。教養もなく、メーカーの娘らしいことは何一つできません。私本当は旦那様にふさわしくないのです。今までお世話になりました。異能などどうでもいい。私たちの間には必要ない。お前に出て行かれては困る。もう少ししたら正式に婚約しようと思っているのだから。いいか、私とこのまま暮らすの。私ここにいたいです。